静岡県藤枝市です。建物がですね約120平米あります。土地が600平米ぐらい。見てください、こちらリビングダイニングになってるんですよ。カウンターキッチンにして L 字型で、よいしょ、今涼しいし気持ちよくなってきました。はい、この照明、大正ロマンな感じの雰囲気、この自然広いです、ゆったりしてます。どうも、秋谷勝也和田です。 SDGs、ここはですね静岡県藤枝市です。早速物件の方をご紹介していきたいと思います。こちらです、見てください、築55年、見てください、この面構え、いいですよね、平屋のお家。じゃあ失礼します。玄関でございます。はい、だから元々の家のこれみたいに残してあるんですね。でここから新しく、この上がりがましから新しくなってるって、こういうリフォームの仕方うまいなと思いますね。はい、まず